平野市用の姿が目撃されるという情報が拡散されファンたちは混乱しています。CM や衣商店などファンたちは彼の気配を追い求めています。元キング・アンドプスのメンバーである平野市用は5月22日にジャニーズ事務所を退所しました。しかし、 ファンたちはまだ彼の退場に対する感情を収めることができず、ツイッター上では彼の目撃情報が広がり、混乱が生じています。退場後数日経った頃からネット上に平野仕様を見たという目撃証言がちらほらと書き込まれるようになりました。通常ならば、デマかもしれない、と慎重な人々が情報を広めることは少ないのですが、現在のファンが言ってしまえば、 平野市用に植えている状態。そのため、情報は瞬く間に広まってしまいました、と芸能記者は語ります。その中には、横浜のチビまる子ちゃん美術館で平野紫陽君が目撃されたというツイッター上で拡散されたまた劇の情報もありました。おそらくそれは、神奈川県横浜市で開催されていた桜桃子展のことだと思われますが、 ファンからは、詳しく聞きたいです。といったリプライが殺到し、そのアカウントは現在削除されてしまっています。こうした確かでない情報が拡散されている状況に、ネット上では、最近、紫陽く君の目撃情報が多いけど、どれが真実で、どれがデマなのかわからない。もしかして、全部がデマ正確な情報はどれなのだろうといった混乱が広がっています。 一方で、ジャニーズを辞めたからといって、彼らのプライベート情報を広めることは許されない。こういう時こそ、そっとしておくのが真のファンだろう。私たちに日常があるように、彼らにも日常がある。プライベートに干渉するの早めましょう。 といった書き込みも見られますが、それでも、平野くんが元気で日々を過ごしているのか、どこにいるのか、毎日気になってしまう、という本音を漏らす人も多いようです。なお、平野は現在も消臭剤芳香剤パブリンズ、P&G と、ボシュロムジャパンのコンタクトレンズの CM 契約を残しているようで、テレビや店頭の反則物で彼の姿を見ることができます。 そのため、ネット上では、従前、仕くんの CM を見た。とファンが大喜びしている。他複数の報告によれば店舗の店員にはパネルはいつまで展示されているのですかといった質問が寄せられているようです。さらに、平野主演のドラマ、 黒サギ TBSK2022 年10月期のブルーレイ &DVD ボックスの発売を記念した衣装はパネル展が東京の h m v b o o ス渋谷で現在開催中6月4日まで彼自身は来場していませんが平日でも多くの平夜ファンが訪れ 閉店前には当日の入場整理券が配布終了となることもあるようです。ファンたちは平屋の残りが追い求めるように彼に関する情報に敏感になっています。状況が収まるまでにはまだ時間がかかりそうです。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。